平野敦氏は、東京都出身のサッカーコーチ。株式会社東ぶり科学代表、株式会社ファンルーツ代表、FC トレーロス代表として、サッカーの普及活動を幅広く行う。1974年東京都生まれ、大学卒業後にヨーロッパ留学。帰国後、FC 東京育成部、横浜 F マリノスユースチームフィジカルコーチなどを務める。また、 それまでの豊富な知識と経験を生かし、ファンルーツ式サッカー哲学と称したオリジナルサッカープログラムを構築する。活動は日本国内にとどまらず、ベトナム、カンボジア、米国などでも子どもたちのサッカー教室や指導者講習会を通し、キッズプログラムの普及に努める。サッカーを通した海外と日本の架け橋として活躍するジュニアサッカーのパイオニア的存在として、 広く知られる。現在は株式会社ファンルーツ代表取締役 FC トレーロス代表として日本国内だけでなく世界各国でジュニアサッカーの普及活動に努めている。幼稚園の頃から憧れの兄の影響でサッカーを始める。ちょうどキャプテン翼の影響で全国の子供たちがサッカーに夢中になっていた頃、当時は ダイヤモンドサッカーという TV 番組があり、海外サッカーに魅了されていた。幼い頃に海外サッカーを見ていたからか、徐々に海外に対する憧れを強く抱くようになる。しかし、両親からは、大学を出てから好きなことをしなさいと助言を受け、大学に進学をする。大学は、高校在学中に、生物の教師が行った、10年後には、日本や世界中で、 環境変動が起こる。環境が問われる社会になるだろうという言葉が心に響き、環境破壊が進めば、サッカーができなくなってしまう。地球破壊を食い止めなくては、との思いで農学部へと進学を志す。これを機に、エコは平野にとって、生涯第二のテーマとなった。大学在学中に休学をし、夢の海外留学が実現する。この時の経験が、 平野の人生を変えたと言ってもよい。そこで衝撃を受けたことは、サッカーが人々の生活の一部となっていることだった。どこへ行ってもサッカーの話題。サッカーを知っていれば、友達がすぐにできる。そして、もっと自分の考えを伝えたいという思いから、英語力を向上しなくてはと思い、急激に成長する。まさに、サッカーが私に、英語への興味、関心を与えてくれた。 帰国後、大学卒業までの間、留学で得た語学を生かして、何かできないかと模索している時、知人の紹介で、ジェフ市原での通訳の話が舞い込む。将来サッカーコーチを職にしたいと考えていた平野に、とっては、絶好の環境だったと後に語っている。大学卒業後、さらなるスキルアップを図るべく、再度、欧州へ渡ることを決意する。 今回は指導法などで伝統のあるドイツ、ケルン市郊外にある町クラブ FLNBC の小学生を指導することとなった。ドイツ語もままならない中、10歳の子供たちが相手、この時の思い出を次のように語っている。子供たちは言葉の話せない私を軽く見ていたのでしょう。集合と拙いドイツ語で声をかけると一斉に四方に散ってしまったのです。 これではいけない。一つのチームとしてまとめるには私自身が変わらなくてはならない。と、危機感を感じ、ドイツ語を猛勉強したのです。人は、危機感や興味を持つと飛躍的に成長するのでしょうか。日々、ドイツ語の成長を実感し、自分のドイツ語が成長するにつれ、子供たちは、私の努力を認めてくれるようになったのです。同時に、チームも勝利を重ねるようになることで、 私に否定的だった保護者も協力的になったのです。これは私にとって大きな自信へとつながりました。この時の経験が後の平野の生き方に多くの影響を与えることとなった。ドイツより帰国した後、FC 東京や横浜 F マリノスで指導を行う。平野は海外で得たものを子供たちに伝えたいという思いで指導に情熱を注いだ。 コーチとして経験を積むにつれ、サッカーを通してもっと子供たちに伝えられるものがあるのではと思いから現在の株式会社ファンルーツを立ち上げることになった。設立後、これまでのサッカーでの経験に加え、大学で培った知識を加え、エコサッカーキャンプという、サッカーで地球環境を考えるをテーマとしたキャンプを行うなど、都会では経験できない。 自然体験を行う機会を積極的作った。これらのキャンプを通し、幼い子供たちが地球を大切にする心を養うことができればとの思いで、積極的に取り組んでいる。その他にもボランティア活動として、ベトナムやカンボジアでプログラムサポート、障害者スポーツのサポートなどを積極的に行っていた。ありがとうございます。